回は高知県にある伊良津山に行ってきました。コースのご案内です。四万十川源流点登山口から四万十川源流点を通過し林道に入り伊良津山山頂に向かいました。その後は幽谷コースで周回して下山しています。トータル時間3時間35分距離 4.2 キロ累積580メートルです。わあ、綺麗なとこやな。今どこ向かってんの？今日は伊良津山っていうとこに来てる。標高1336メートル。伊良津山？伊良津山は高知県にあって最後の清流って言われている四万十川源流の山として有名やねん。四万十川？そう、四万十川の始まりの山。四万十川始まりの山ってあの大きな四万十川？そうやで。なんかすごいな。初めて行くとこやしさ、山奥やしさ、アクセスどうかなってすごい悩んでてん。もう山道の中ガタガタ車乗っていかな、なんか心配やったけど、意外にそれは行けたな。けど駐車場分かれへんから、ちょっと路上駐車しました。四万十川源流点まで徒歩25分やって。源流点までやったらそんなに山登るっていう感じじゃなかったよね。でもトレッキングシューズは行ったよね。苔の上歩くからちょっと滑りやすいかもしれへん。今日は登山届いつもよりしっかり書きます。え、なんでな？だってほら見て、誰もおれへんで。誰もおれへんって怖いやん。そう、だから登山届しっかり書いて。え、なんか怖いやん。もうちょっと怖がらせたろか。さっきここの山の名前伊良津山って言ったやろ。この山の名前は昔々土佐藩が樹木の伐採や人の立ち入りを禁じて乙女山って言って守られてきた山やね。その乙女山っていうのが由来で今伊良津山になってんね。だから人があまり入ってない山、人の手があまり加えられてなくて自然そのものの山やね。だからもののけがおるね。え？もののけ？もののけって言ったらあのジブリのもののけ姫とかヤックルとかさ、アシタカとか出てくるやつやんな。何言ってん、そんなエモちゃうわ。こだまとかあんな可愛らしいやつやんな。ほんまのもののけって言ったらな、人間に取り付いて苦しめたり病気にさせたり死に至らせるって言われている悪霊とか生き霊のことやで。もう今から登んのにそんな話やめてよ。今から一人で山奥の中で登るんやから、それぐらいでビビっとったら登られへんで。社長はちょっと目つぶって後ろからついていくわな。ごめんごめん、ちょっとビビらせてしまった。大丈夫大丈夫。ここはな、日本百低山って言ってさ、山登りの番組でも紹介された山やねん。2023年8月30日に放送されてるから、もし見る機会があったらそこで見てみて。もっと詳しくこの山を説明してくれてる。なんかな、埋葬金伝説もあるらしいで。だから実はこの山立ち入り禁止やったとか。面白いやろ。謎だらけの山やねん。え、埋葬金？そんなもののけより先言ってよ。全然やる気出てきたわ。40億相当らしいで。40億？宝くじ1回なんか当たったらいいの？じゃあそんな夢を見ながら登っていこうか。足元気をつけてな。岩が全部苔でコーティングされてるから滑りやすいよ。今日は乾燥して
てるからいいけど、雨降った後とかやったら結構滑るんちゃうかな。ちっちゃい川が四万十川の始まりの川？そう、あれやねん。ちょっと近くまで行ってみようっと。反対側からも水が落ちてきてて、その二つがここで合流してるっていう感じ。しばらく川の音を聞いてゆっくり休憩しました。ではでは、いらず山山頂に向けて行ってきます。なんやこの貝殻みたいなキノコは。見て見て、こんなに細い茎やのにこんなに大きい傘持ったキノコやで。鳥の鳴き声がすごい。ロープされてるな。あっちってあかんやろな。けど実は下山時このロープの方向から帰ってきてるんです。とりあえず道標通り山頂を目指すわな。そうしよう。道の雰囲気が変わってきた。これすごい丁寧に刈られてる。助かるな。きっとこれやぶこきしなあかんかったんやで。ほんまに助かった。苔にコーティングされた岩よりもこの落ち葉の方がすごい滑る。この後に行く天狗の森の方が見えるらしいけども、どれか分かれへん。ああ、やっと着いたよ、山頂。まあまあ、登るとこは登ったでな。登山口から1時間40分程度で山頂に到着しました。あの白く見える山は日本屈指の石灰鉱山として知られる鳥方山です。その昔、鳥が翼を広げたように見えることからこう呼ばれたそうです。あそこって行けんの？行けるみたい。遊歩道みたいになってて、登山っていうよりハイキングっていう感じに気軽に行けるようなとこみたいやで。山頂はあんまり展望なかったな。きっとこの山はルートを楽しむ山なんやと思う。だからこのまま周回やし下山しようか。うん、わかった。冒険、冒険。
きなりロープ場やな。すごい根っこ。紅葉ロードや。このキノコ食べたら体の色がこんな色になるんやで、きっと。キノコさん兄弟ちゃんちゃん、この倒木にキノコいっぱいついてんねんけど、これ乗り越えていかな前に進まれへんねん。キノコ潰さんように気ぃつく。うわ、やられたわ。どないしたん？なんかべきょってねきょってなったよ。めっちゃ臭いよ。あー、キノコがかわいそう。そっち。なんかチャチはあんた臭いで。いや、だから臭いって言ったよ。わあ、次はヤブコキや。これはちょっと辛いな。あー、やっと抜けた。ほら、最初のテープのところに戻ってきたで。これで周回終わりや。あー、無事戻ってこれだな。テープ剤から早く洗いたい。すごい立派な杉の木やな。それでは、最後まで動画見ていただきありがとうございました。アディオス！アディオス！ここの近くの伏せが坂道の駅に寄りました。里芋担々麺がめちゃくちゃ美味しかったです。